そうしあらいこは、脳の演目の一つで、三番目もの、現在かずらもの、大小物に分類される。歌わせを舞台に、小の小町が、大友黒主の観作を基地によって知り添ける様を描く。作者は世阿弥、また、勘阿弥などともされるが、不明。ただし作品からは、教養はないが劇作術に長けた、作者像がうかがわれる。大友黒主は、 歌合わせで、小野小町を相手にすることとなった。しかしとても勝ち目がないと考えた黒主は、歌合わせの前日、小町の屋敷に忍び込み、小町が、明日のために読んだ歌を盗み聞きする。歌合わせ当日、木貫之をはじめ歌人たちが居並ぶ中で、小町の歌が読み上げられるが、黒主は、その歌は既存の古歌であるとなんずる。証拠として黒主が取り出した。 万葉集の創始には、確かにその歌が書き込まれていた。前日小町の歌を盗み聞いた黒主があらかじめ書き足しておいたのである。窮地に立たされる小町だが、黒主の入れ筆と見破り、許しを得て、水を持ってその創始を洗う。すると、たちまち黒主の書き足した歌は消え失せ、彼の悪事が明らかとなる。すべてが露見した黒主は自害しようとするが、 小町はそれを取りなして、修言の舞を舞う。作中で模様される歌合わせは架空のものであり、史実には基づかない。特定の転居となった作品は不明であるが、俗古時代に見える源の諸ふさけでの、歌合わせにおける平胸中の逸話などから、創作されたとも想像される。小野小町、大友黒主は共に六河川に数えられる歌人であり、古今和歌集なじで、 小町は、古の外織姫の竜なり、哀れなるようにて強からず、いわば良き女の名やめるところあるに似たり、強からぬは、女の歌なればなるべし、黒主は、そのさま癒し、いわば、き木を終える、山人の花の陰に休めるがごとしと評されたことがよく、知られる。また、その表の筆者である、木貫之をはじめ、大志高地の三つ目、ね、 ミブ忠実といった著名な歌人たちが歌合わせの参加者として曲中に名を連ねている。関西流では、総支払い小町、宝生流、コンパル流、金剛流では、総支払い北流では、総支払い小町とそれぞれ曲名の表記が異なる。また関西北の二流と他の三流とでは演出にも異なる部分がある。証書として、関西流では、 彩色乱表紙のつて。宝生流では、乱表紙があり、あと、字手の装束、最後の舞などに、違いがある。活躍した時代の異なる歌人たちを同時代の、人物として一堂に会するなど、指的交渉の面では、明らかな誤りが多く、また、創始を洗う、という突飛な展開や、小町が作中で読む歌など、 四季溢れる作品と評され、高等無形な筋立ての脳である。しかしながら、劇作の巧みさにより、場面転換が多い割には、完全するところがない、優れた、舞台作品であり、また代理歌合わせの場面の華麗さもあって、王朝絵巻風の、しかもユーモラスな味わいを持った脳と評される。また、創始洗いの場面は、師匠、説付けともに流霊であり、特筆に値する。 また、脳では、小野小町を題材とした脳は、小町ものと言われるように多く存在するが、他の曲では、小町が落白した、清産な老婆の姿で登場するのに対し、本曲は、原稿曲では、唯一若く美しい小町をしてとする曲としても、知られる。日本画家の上村松園が、今後岩尾が演じた本曲に題を取り、そうし荒い小町を描いている。ありがとうございます。